ポテトメガネでございます。はい、撮り直してます。はい、実はそうなんです。これ3本ぐらい撮り直してますからね。マイクトラブルで撮り直してます。いや本当にマイクはなかなか難しいですね。難しいです ね、まあ、やっぱりね、もうこれやっぱ照明こだわる前にマイクが必要だと思うんやけどね。照明ちょいちょい絶対こうやって新しい照明、何強化してきてるの、映ってたと思うんですよ、ね、今日はね BJ の、プレム 140NT ですね、はい、うん、多角形です。そう、はい、でまあ細かいスペックは後で説明しますので、はい、まず2人にかけて、はい、かけましょう。これいい、ジュカちゃん好きでしょうね、はい、ジュカちゃんはこれはどうなるんだろう。いや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 、好きでしょうこれは。こちらのカメラに、うん、どうでしょう。いい、マジ、あ、似合う似合う、よかですか。はい、似合う、めっちゃ似合う。馴染むこの八角形ギリギリやったはっはっはっ、ね、これ六角形です。あれちょっとこれ私すごい得意やったと思う。角のね。はい、はい、じゃあこっちで、はいはいはい、OK です。はい、はい、じゃあちょっと次 MJ にかけて、うん、はい、はい、どうですか、はい、これもうかけてみましょう。はい、こんな感じです。ちょっとまあ、はい、顔のくどさが少し邪魔してますけど、ちょっとね、まあ、ゴールドじゃない方が似合いそうですね。そうですか、いろいろね、違う違う方がいいです。ぜひあの、うん、うちの方でメッキ替えもできます。できますっていう。黒マットにしていただいて。いただいて黒マットね。じゃあちょっと掛け替えてみましょう。はい。はい、タタンカですね、はい。はい。とサイズ比較ということで、はい、まあこの感じですね。はい、うん。こんな感じでございます。ということで、うん、一応まあ、さっぱりとしたデザインなんですけど、うん、なんか物だけ見るとね、うん、こう多角形ですごい個性的に見えるんですけど、うん、意外とお顔に乗っけると、馴染むバランスになってます、うんうん、自然ですよね。すごくこうナチュラルな感じになってますよね。うん、ジュカちゃんとか本当しっくり言ってましたよ。で一応細かいことを説明すると、うん、BJ クラシックこれピュアチタン、はい、チタンの中でも超上流のチタンを使ってます、うん、でチタンは純度が高くないと、うん、やっぱ弱くなったりとか、うん、あとは重くなったりするので、うん、ピュアチタンという刻印が入っているものはやっぱり純度が高いです、ね、はい、しっかりしたチタンを使ってます、うん、だいたいねこのピュアチタンを切り出した端材を溶かして作ったチタンが割と一般的なメガネに使われているチタンなんですけど、うんうんうん、ピュアチタンは一番上流のチタンですね、はい、というものになります。細かいところ言うと、まあ、メタルパッド で、うん、でこれがね、細いんですけど縦、うんうん、先生、はい、そっちのボタン押してません。ごめん、大笑いしちゃった。これいつから教えないの。いや、これからでしょ、多分。そうよ、その前から、ちょ、恐ろしいんだけど。ん、今、いやでもこれはもうこのまま行きましょう。そうよ、このまま行きましょう。そうよ、今日はね、もう師走だから、もう師走だからちょっと今、今ちょっともう、もうここだったもん、今心がもう、折れるとか言って今どっから取れてないんと思って、もうこのまま行きましょう。これが行こうか。はい、あの画像を受けとくんで。わ、ね、かりました。はい。はい。ということでこの第二カメラ の、 あのスイッチが入ってなかったり。このテンプルが、はい、あの細いんですけど、はい、叩いてとあの細くしているので、はい、強いです。でなおかつこうここをね熱で最後締めてるので、金属は熱で締めると硬く強くなりますので、それで締めてるのでこの調整でよく曲げる部分はめちゃくちゃ硬くなってます。はい。という作りです、はい、で、あとですねこのダルマチ、ここがですね、うん、ダルマって呼ばれるものなんですけど、もともとはここのね間がなくて短かったんですけど、うん、それをわざとこう長いのに、してます、まあ、でここが小さいからね、かかりにくさを軽減してるってことでしょ。そうです、まあ、ここが狭いので、まあね、あの男性の方がかけるとかなり広げて調整しないとかけにくいんですけど、ここをダルマチを伸ばすことで、かけやすくしていると。ただデザインは損なわれる、はい、バランスは、はい、というすごい、あの僕これ発明だと思うぐらいすごいです、はい、でなおかつビスはこっちは上から止める、こっちは下から止める、しかも平らなビスをちゃんと作って辛い位置になるようにしてると。ビス頭、そうです、こだわってますから、ビス頭丸いとやっぱボコボコになりますからね、そこもちゃんと収まるように作ってます。でこれなんでひっくり返して止めてるかっていうと、
昔の作りがそうだったんですね、うん、まあ、BJ クラシックというだけあってやっぱクラシックデザインを踏襲して作っているので作りもあーノーズパッドもネジ式じゃなくてクラップオンにしてあったりとかでかなりこだわってクラシックの作りにもこだわっているので、はい、まあそういう部分でこだわりで作っています。これ製造関係の人は分かると思うんですけど、うん、やっぱひっくり返すとこの打ってもう一回ひっくり返して止めてっていう工程数が増えるので、まあ、ね、コストが上がるんですよね、うんうん、でもそこも惜しまずちゃんと作ってます、うん、はい、で昔はなんでこの向きが逆だったかというと、うん、この鎧の部分のパーツは鋳造で作ってたんですね、うんうん、金属を流し込んで型に、うんうん、で型を2個作るのが大変だったんで、うん、1個にして流し込んで両方に使えるように、うん、ひっくり返せば使えるようにしてたんですけど、うん、BJ クラシックの場合チタンの塊からこのレーザーカットでこのパーツを作り出してるんで、うん、鋳造とかじゃないんですね、うん、でそうなるとひっくり返す意味がないけど、わざわざやってるってことでしょ。だからめちゃくちゃ手間かかってます。もうコストがかかってます。それで3万5200円なので、うん、正直ね安いと思います、はい、最後顕微鏡でけんあの検査してますからね、うん、BJ クラシックの人が一本一本、うん、だから月の製造コストがそこはもうボトルネックになってるので、いわゆるいっぱい作ってもその検品が追いつかないので、うん、そこはボトルネックになって月の生産数がやっぱかなり減るので、うんうんうん、そういう部分でもねこの値段でよく出せるなっていう、ね、ですよね、はい、っていうぐらいすごいです、まあ、僕ら工場見に行ってますからね、うん、はい、で一応これで、まあそういう商品になるんですけど、うん、なんかね最近ねあの悪口じゃないですけど別の有名なメーカーさん、うん、ブランドさんとかでも、うん、メタルでクリングスがこのスネークになってないやつとかもあったりするんですよ、うん、あのそれが全部悪いってわけじゃないんですよ、うん、うちが扱ってるものは大体加工しやすいものを基準に選んで扱ってるんで、うちで扱ってるブランドは別に問題ないですけど、うん、じゃない他社のものとかだとなんかねこのクリングスがやたら硬かったり、はいはい、で硬いくせにスネークになってなくてピッて曲がってるだけだから、うん、可動域が狭いですよね。そうなんですよ、可動域がめちゃくちゃ狭くなって、ね、で調整でも下げたいのに、うん、下げると前に出てしまう、まあとかね、でそれをもっとくっつけてたいけど硬いからくっつけるとか、うんうんうん、そういうのが出てくるんですよ。だからその辺までちゃんと考えてないとこっていうのは正直あったりするんで、うん、見た目だけでですね、うん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 、だからデザインっていうのはやっぱこういう細かいところも、うん、あの加味して作ってあるものがやっぱ本当のデザインだと思うので、うん、BJ クラシックはそういう部分では優れているブランドだと思います、うん、はい、うん、はい、ということで、プレム 140NT ですね、うん、はい、はい、ぜひオンラインショップにも多色も載っけてあるので、うん、ちょっと今今回1色だけですけどね、はい、他のカラバリもありますので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、ぜひです、はい、お願いします。MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、モッサンの願いもチャンネル登録、ぬぬで終わった。ぬで何